はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、名古屋に行ってまいりまして、本日行ったお店は以前からね、まあイベントでお会いしてて面識はあったんですけれども、なかなかお店に行けませんでした。名古屋の大名店、人生餃子さんにお邪魔しました。まあね、人生餃子さんと聞いてピンとくる方、来ない方、いろいろね、いらっしゃると思うんですけれども、こちらのお店は本当に有名な町中華でして、サラ台湾という有名なメニューがありまして、こちらのメニューがね、SB さんから野菜を炒めてできるみたいな商品開発もしてるぐらい、まあね、全国的にも販売してる有名なお店なんですけれども、今回はね、まあそのサラ台湾だったりとか、それ以外にも町中華にちなんだいろんなね、メニューいただいてまいりましたので、早速ね、そちらの本編の方お楽しみいただければと思います。はい、ということで、ただいまね、人生餃子さんの店内に入ってまいりました。いやー、やっとですよ。憧れのお店でございます。こんな感じでね、メニュー表いろいろあるんですけれども、人生餃子さんといえばこちらのサラ台湾が一番有名なのかな。でもちろんね、その他にもこういったラーメンのメニューがあったりとか、これね、結構ね、汁なしのメニューとかつまみも豊富なんですよ。もちろん人生餃子さんなんでね、餃子と、まあ、ご飯ものなんかありまして、ビールですよ。これは絶対頼む。本日はね、まあ、ちょっと特別に、まあ、営業時間最後にね、お邪魔させていただいてるので、ゆっくりとお酒を飲みながらいただこうかと思うんですけれども、こちらの人生餃子さんは本当に繁盛店なので、お客さんもしっかり回るようにね、ある程度混雑時にはルールがございます。そちらはね、これメニュー表の裏に書いてありますんで、そちらもね、しっかりとご確認ください。そしてとりあえず来たら、サラ台湾チャーシューに追加で3枚チャーシュートッピングで、辛さは普通で、でニンニクも OK で、餃子も6個と、はい、それとビールの瓶を、はい、お願いします。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、ということでね、早速餃子とこれね、瓶ビール届きました。ちょっとね、熱々のうちに早速いただいちゃいましょう。いただきます。よいしょ。まずこれ、餃子のタレに、これうまそう、ニンニクですね。よいしょ。今ね、準備してたらこれ切っちゃいましたよ。これね、サラ台湾でございます。まずはお疲れ様です。これもう見えるかな、こんな感じのね、大判なチャーシューが1枚丸々っと、計ね、追加で4枚乗っております。うまそう。うん、あ、うますぎる。具材と麺いかしてください。うわ、これ皆さん見えます、最高のビジュアルじゃない、ね、うわうまっ。ほんとね、不思議なんですけど、これほんと汁なし系の、まあ、一品なんですけど、なんか不思議、醤油系のベースに、まあ、ニンニクもがっつりね効いてるんだけど、なんかね、それだけじゃないんだよね、奥深さがすごくて、で本当に食べてもないと分かんないと思うんだけど、うまっ。うわ、でね、このね、汁なし系とか担々系は辛さもね、選べまして、段階が、まあ、なしから辛口まで5段階ぐらいあるんですけど、今回はね、まあ、初志貫徹というか、まあ、一発目なので普通で注文させていただきました。まあ、それでもね、ほんのりペリッとくる感じですね。でプラスアルファでね、ニンニクもありかなしかとか少なめかとか選べるんですけど、今回はでも辛さも普通だし、ニンニクも入れてもらいましたが、癖になるね。これビールが止まんないかもしれない。うまっ。ほんとさ、この
チャーシューが半速っすよね。忘れてたわ夢中になりすぎたサラダ山に。これニンニクのラー油ですね。まあこれがね餃子頼むといただけるんですけれども、まあ、それにね卓上のタレを追加させていただきました。うわうわめちゃめちゃうまそうじゃん。いただきます。うん餃子うま。なんかこう甘みがあるんだわ。お野菜の甘みなんかな。優しいんだけどこのね特製のニンニクのタレつけると一気にパンチ力が上がってこれもねうまいね。あーやばいな、あっちゅう間に一本泣いちゃったよ。うん、あまたこの付け合わせにいただいたスープも優しくてうまい。先にちょっと追加しようかな。チャーシュー麺とあとチャーハン思い出いただいてもいいですか。はい、つまみチャーシューも一つとあと瓶ビールを追加でいただけると。はい、すいません、それでお願いします。いやダメだ、食欲が止まらないただね、僕もその人生餃子さんの店員さんとねご縁がありまして、以前イベントをやられた際に僕もねご挨拶させてもらったんですよ。でそこからお知り合いにならさせていただいてね、でももう2年近く経つのかな、やっとというか念願かなってのこの店舗で食べれてるんですよ。いやもうね嬉しすぎるのよ。この日をねどんだけ待ち歩いたか、僕はもう最高です。こんばんは。うんうん、うまい。はい、まあ、うん。ということで1巡目のねご飯物おつまみ系はね完食いたしましたので、次からねメニューを少々お待ちしたいと思います。ということでね第2陣の追加メニューが到着いたしました。まずねこちらからですね、チャーシュー麺にプラスチャーハンの大盛りともう鉄板セットでございますね。プラスアルファでねおつまみチャーシューとこちらのね3品を追加で注文させていただきました。うわーうまい。うんうん、これちょっともう待ってないわ、麺行こう。もうなんて言うんだろうな、もう全然ね細かいことが言えないっていうか、もうね日本人ならばもう全員が好きであろうラーメン、この懐かしい感じたまんねえな。うんうん、
いわゆる、まあ、昔ながらっぽい感じの味付けなんだけど、出汁感というかコクの深さはその昔ながらじゃ語り尽くせないぐらいの旨味。いやーこれはね、うまいわうまいわ。ちょっとね、これチャーハン行こう。チャーハンいいよ、よいしょ。もうチャーハンがこれもんですよ。最高のビジュアルでございます。いやちょっとこれ、うん、うまい。あまりにもうますぎる。なんかね、語る暇がもったいないぐらいうまい。うん、一旦動画ということを忘れてがっつきます。ただただがっついてる僕の姿をご覧ください。はい、ただいまね、動画の世界に戻ってまいりました。このチャーハンがさ、じっとりしてるんだけど、口に入れた瞬間ほぐれるし、かつね、その胡椒の香りが効いてて、ビール進むんですよね。なんでうまい。この名古屋の地でさ、遠くても食べに行っちゃいたくなる、知ってはね、いけないものを知ってしまった気がする。名古屋来るたびに来ちゃうな。やっぱりね、動画では結構いろんなね、個人店さんとか行ったりしてるんですけど、こうやって食べてみると、ほんとね、町中華って僕の知らないね、うまいがありすぎる。これはね、やっぱ町中華がブームになるのね、わかるわ。うますぎるもん。ちょうどビールもこれでラストですね。これそしたらね、この最後のチャーシューで今日の飲みはね、締めさせていただきたいと思います。うん、あーうまかった。ごちそうさまでした。ということで本日はね、人生餃子さんでいろんなメニュー食べてまいりました。食べログとかで見ると結構ね、皆さん皿台湾ばっかりあげられてるんですけれども、それ以外にもね、こんなにうまいもんがあるのかと、いや思い知らされましたね。やっぱりね、人気店たるゆえんは一番有名なね、一品だけが柱なんじゃなくて、もうね全部がうまいんだなと改めて思い知らされました。
ぜひね、ちょっと皆さん名古屋にお住みの方、もしくはね名古屋に来た際にはぜひこちらの人生餃子さんで美味しい麺類、ご飯もの、そしてね時間があればお酒も一緒に楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。